その面に傘を開けてやる。妹に触るな。俺だけじゃない。どれだけの人を殺し痛めつけ苦しめた。鬼舞辻無惨、俺はお前を絶対に許さない。鬼舞辻無惨、俺はお前を逃がさない。どこへ行こうと絶対に、どこへ行こうと逃がさない。地獄の果てまで追いかけて必ずお前の首に刃を振る。絶対にお前を許さない。俺は今までよくやってきた。俺はできるやつだ。そして今日もこれからも折れていても俺がくじけることは絶対にない。やめろ。なぜ善逸が刀を抜かないかわからないのか。隊員同士でいたずらに刀を抜くのはご法度だからだ。それをお前は一方的に痛めつけていて楽しいのか。卑劣極まりない。ふざけるのも大概にしろ。恐怖でがんじがらめに縛りつけることを家族の絆とは言わない。その根本的な心得違いを正さなければお前の欲しいものは手に入らないぞ。禰豆子をお前なんかに渡さない。俺が先にお前の首を切る。今ここで倒すんだ。たとえ相打ちになったとしても、俺と禰豆子の絆は誰にも引き裂けない。俺の妹を傷つける奴は柱だろうが何だろうが許さない。善良な鬼と悪い鬼の区別もつかないなら柱なんてやめてしまえ。